everyone. There are a lot of books on English ondoku. Yes, ondoku or reading aloud is a great way to study English. However, how can you read English aloud properly? Those books do not give you clear answers. Let's think about ondoku. Here we go.はい、金曜12時、睡魔を耐え抜き聞いてください。アゲアゲイングリッシュ。お相手は英語音声学者の小川直樹と、教え子のシンガーソングライターのチャーチャーは、今回も新型コロナウイルス問題で在宅勤務です。まあ、ぶっちゃけ先週分と今週分は一緒に撮ってますので、今週もお休みです。すいません。さて、今週もまずは音楽を聴いていただきましょう。今回はチャーちゃんとは別の教え子の歌です。女子独身クラブっていうアラサー女子の2人組のバンドがあるんですよ。そのボーカル、高橋エリっていう子が教え子なんです。去年ね、アゲアゲイングリッシュが始まって間もなく、エリには来てもらいました。気になる方は動画の方をご覧ください。で、このエリたち女子独身クラブ、略して女独は今すごいことにチャレンジしてるんです。1年間でシングル CD を100万枚手売りしようって企画を実行中なんです。1枚100円で売ってるんですけど、100万枚ですよ。手売りでミリオンセラーを狙ってるんです。本当に売れたらすごいですよね。2月6日あたりから始めて、今2ヶ月弱ぐらいですかね。この2人はなんかね、妙に根性があるっていうか、大変なことも苦にならない人たちなんです。だからもしかしたら本当に売っちゃうんじゃないかなって。で、今日はその曲をご紹介しようと思います。女子独身クラブで尊がなしです。尊がなしっていうのはありがとうよりももっと感謝を込めた言葉だそうです。Alright, here's Toto Ganache by Joshi Doxin Club. Here we go. どうですか？とっても元気の出る歌ですよね。ぜひぜひ皆さん、この Toto Ganache、女子独身クラブを応援してあげてください。さて、女独はそのね、月2回ほど大塚を中心に都内でライブを開催しています。それ以外は駅前とかで路上ライブをやってます。高橋恵里と相方の加藤樹里香がそれぞれ別々に路上に立ってます。まあ池袋とかね、京浜東北線の埼玉寄りのあたりが多いかもしれません。まあ多摩地区はまあ多摩かなっていうか、あんまり来ないかもしれないですけど、まあとにかくもし見かけたら CD1 枚でもいいですか、買ってやってください。でね、今日の話なんですけど、実は今新しい本を書いてます。で、その新しい本は音読の本。イギリス英語で音読しようっていう本なんです。研究者から夏頃出る予定です。で、英語の音読の本って世の中にかなり出回ってるんです。なぜかっていうと、音読はかなり効果的な英語勉強法だからです。音読をすると、例えば読解力が鍛えられる。英会話力が鍛えられる。CD などの音源を使って練習すれば、リスニング力も鍛えられる。英語を発音していけば、単語とか表現も覚えられます。さらに、ライティング力もつくわけです。そして、英語に触れてるわけですから、文法だって頭に入りやすくなります。しかもね、音読は脳の活性化に役立つんですよ。だから、年配者の皆さん、ボケ防止にも効果的ですよ。実際、以前この番組にも何度か出てもらったアメリカ人のカン・ハシモトさん。この人が脳トレで有名な川島隆太先生と組んで、英語音読で楽々脳トレっていう本を DHC から出してるんです。それによると、英語の音読はかなり脳にいいらしいですよ。ただね、今までの音読の本って、英語を声に出して読めとは言うんです。でも、英語をどう音読すればいいのかってことは書いてないんですよ。ここはどんな音だとか、ここを強くとか、ここを弱くとか、ここを上げてとか、ここを下げてとか、そういう説明がほとんどないんです。まあ CD とかの音源がついてますから、それを真似ることはできます。でもね、どこをどうしたらいいのかっていう説明ないんです。だからただなんとなく真似るだけ。だから読みは自己流になるしかないんですよ。僕はね、それおかしいだろってずっと思ってるんですよ。そもそも何のために音読するのか。英語力をつけるためですよね。特に会話力なんかを
を期待してる、期待してるわけです。そしたらちゃんと通じる発音じゃないといけないでしょ。なのに肝心の発音の説明があまりないので、自己流になっちゃう。それで通じないとなって事故を起こしちゃうってわけ。自己流で事故を起こすってわけですよ。先週ね、フォニックスは音よりスペリングだなんて話しました。こうなっちゃうのも実は日本の言語教育、英語も国語もそうなんですけど、結局は読み書きに意識がいっちゃうからなんですよ。発音はちょっとないがしろ。だから音読本でも発音の扱いが粗雑すぎるんです。でも通じる英語のためには発音がやっぱり大事だから、僕が今書いてる本は発音を大事にした音読本、しかもイギリス英語の発音で、この本の詳細はいずれ発売が近づいたらご報告します。で、ここでは多くの音読本には詳しく書かれてないことを話します。英語はどう音読したらいいんだって話です。それをちょっとだけします。例はね、僕の書いた本、英語の発音直前6時間の技術、アルクから出てるものに載せたものを使います。この本の練習問題に天気予報の文章ってのがあるんですよ。それをうまく音読できるようにしようってのが、この本全体で扱ってること。で、この直前6時間の技術の天気予報の文章は、これね、本当音読の練習にはすごくいい素材なんです。これからちょっと読んでみます。ジュディ・アランっていう気象予報士が話しているっていう設定の天気予報です。じゃあ行きます。Hello, I'm Judy Allen. Here's your weather for Tokyo. Right now, it's partly cloudy and some light rain is expected later. The temperature will warm up to 30 degrees by 3 this afternoon. Overnight temperatures will drop to a low of 23 degrees. Tomorrow, we'll likely see more rain and a high of 33. It'll feel as hot as 40, though. Now, back to the newsroom. どうですか？僕もこの本使って練習しました。だからうまく読めました。英語の発音直前6時間の技術の付属の音源ってアメリカ人女性が吹き込んでます。それをお手本に僕も練習しましたから、だからここでの僕の発音は結構アメリカンですから。それにね、授業なんかで僕自身がお手本を示すことがよくあります。お手本とあんまり違いすぎるといけないですから、だからやっぱり発音はちょっとアメリカ風にしてます。ちなみにね、授業っていうのは府中の北側にある T 塾女子大、これの音声学の授業なんですよ。英語の先生になる3年生4年生向けの授業です。ここでこの今の僕の本ね、英語の発音直前6時間の技術を授業で使ってるんです。そしてこの天気予報の文章を通じるように音読するのが年度末の実技試験。こういう天気予報っていうのはまさに伝わらないといけない文章の典型じゃないですか。この内容って相手に正確に伝わらないといけないんですよね。音読するならこういう文章で練習するのがいいんです。じゃあなぜこの文章が音読の練習用にいいんでしょう。天気予報って伝えるべきポイントがかなりはっきりしてるからですよ。伝えるべきポイントって何かっていうと、固有名詞とか数字とかキーワード。固有名詞、数字、キーワード。天気予報で言えば固有名詞といえば地名ですね。あとジュディ・アランさんみたいな人名もそうですけど、まずは地名。それから数字っていうと時間と気温。それからキーワードっていうのは天気の表現。クラウディとか、そういう表現ですね。これらを分かりやすく伝えないといけないんです。これらが自然と頭に残るようにするのが伝わる音読の仕方。じゃあ頭に残るようにするにはどうしたらいいんでしょう。大きくゆっくりはっきりと発音すること。大きくゆっくりはっきりと発音すること。逆に言えば大事じゃない単語は小さく素早く曖昧に発音するってことなんです。こうやってメリハリをつけると自然と大事なところが浮き上がる。だから棒読みじゃ全く伝わらないんですよ。大事なところも大事じゃないところも一緒くたですから。だから音読するときは意味を考えて、相手を意識して、何を伝えたいのかを意識して読む。これが大事。こういう練習をすると自然とコミュニケーションの
コミュニケーションの意義がわかるようになるわけです。じゃあもう一回読んでみますよ。地名、天気、時間帯、気温などがわかるか、そこに注意して聞いてみてください。じゃあ行きましょう。 Hello, I'm Judy Allen and here's your weather for Tokyo. Right now it's partly cloudy and some light rain is expected laterThe temperature will warm up to 30 degrees by 3 this afternoon. Overnight temperatures will drop to a low of 23 degrees. Tomorrow we'll likely see more rain and a high of 33. It'll feel as hot as 40 though. Now, back to the newsroom. いかがだったでしょうか？あ、ちゃんとね、1回ごとに自分で音読してますからね。だから後で聞いたらちょっとここどうかなってなるかもしれないんだけど、ちなみに英語らしく音読するというのはエネルギー使うんですよ。文末までしっかりね、発音しないといけないですから。あ、というわけでそろそろお時間ですね。告知の時間なんですが、まあやっぱり新型コロナウイルス問題が収束してない現状ではイベント情報っていうのはちょっと流動的です。セミナーなどのイベントに興味のある方は僕のホームページ、ハートトゥーハートコミュニケーションズのホームページかチャーちゃんのホームページをご覧ください。ただ今の段階では開催するかどうかちょっと未確定ですね。というわけで番組の方も内容、出演者はしばらく流動的かもしれません。でもね、次回はチャーちゃんにもぜひ参加してもらえたらなと思っております。というわけで、お相手は小川直樹でした。ではまた来週。See you next week. Enjoy English and enjoy your life. それでは皆さんご一緒に、あげあげ、English!勝手に言っちゃいましたけど。で最後これ、もうな、気象予報士になりきって、お互いカメラでスマホで撮ってあげるとか、そういうことをやってその気になってもらってやると結構それっぽく読める。確かにね、こういうのがないと逆にね、刺激がないと分かんないですよね。そうなんですよ。で自分で撮ったものを見ると、ああなんか英語っぽいとか、英語が全然ダメとかやっぱり分かるから、それがやっぱり大事ですね。